ビシエド、最後になるかも。中日のダヤン、ビシエド内野手、35、が今季限りで退団する可能性が出てきた。10日、名古屋球場で取材に応じ、現状を考えると今年がドラゴンズとしては最後になる可能性がある、と明かした。通算139本塁打を誇る助っ人は今季が3年契約の最終年。まだ球団とは来年の契約に関しての話はありません、とした上で、そろそろ違う空気を吐く時期なのかな、と心情を吐露した。ずっと2軍の間に外野とサードの練習くらいしてるんだよな。やる気見せろよ。給料ドル払いだから当初3億だったのが今5億なんだろう。格安で取れるどころかボラス案件っての忘れてるやついるよな。巨人筒棒をすっぱ抜いたスポニチが報道するなら間違いないか。こういう時かならず中田の名前出すアホがいるけど、去年の時点でかなり邪魔扱いされてたの忘れたのかな。3000万くらいでええんか。来年35歳ということも忘れてるアホがいそう。来年も中田賞に3億とかお笑いがすぎる。早速中田の名前出してくるアホが連れてくさ。まあ高額年俸カットできるから立浪さんの新契約に上乗せできるな。言うてももう35で来年36なんよな。違う空気って NPB じゃ他は取らんやろ。2000万でもいらんやろ。こんなん中島以下やぞ。立浪は恩情かけてお別れの1打席ぐらい立たせるやろか。武将のせいでチームの士気下がりまくりだね。ご視聴ありがとうございました。